い、どうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。で、今日なんですが、ポケットモンスタースカーレット、バイオレット、第9世代、こちらに関する話をしていきましょうか。具体的には公式ホームページ、こちらになるわけですが、おそらく一度は皆さん見たことあるんじゃないかな。で、商品情報ということで、様々なことが書かれているわけですが、ただプレイ人数、通信機能、こちらについては未定と書かれてます。多分こちらについては皆さん共通の認識ではないでしょうか。ただ一方で本日なんと海外のリーク情報でプレイ人数が判明いたしました。それプラス通信機能も判明いたしました。で、プレイ人数に関しては1人、ただ対戦と交換に関しては2人から4人ということで、こちら対応していることが確定しましたね。間接的にランダム対戦ないしはランクマッチ、どちらかが搭載される可能性が高まりました。ないしは両方実装される可能性があるかもしれませんね。さあ、そういったところで第9世代、もしかするとアルセウスみたいに対戦機能がないんじゃないかっていう話が出回ってましたが、やっぱりそんなことはなくて、今回は本編ということでしっかりと対戦機能も備わってますと、そのようなお話になりますね。いや、よかったよかった。一時期さ、アルセウスみたいになるんじゃないかって言われていましたが、まあそりゃそうですよね。対戦がなくなったらとんでもないからな。いやー、ちょっと安堵いたしましたっていうことなので、情報共有の動画になりました。今後ともこちらのチャンネルでポケモン関連の動画を投稿していくので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。